衝撃女子プロたちが経験してしまった痛い事件近年メジャー大会やオリンピックもあり国内では男子プロゴルファーをしのぐ人気を誇る女子プロゴルファーたちたくさんのギャラリーがいるとは思えない静かなコース内で行われる中での緊張感あふれるプレーは見ていて本当にドキドキしますそんな真剣な舞台での試合が終われば可憐な笑顔でインタビューに答えファンサービスをしてくれるなどプレー以外からも彼女たちの魅力が伝わってきますしかし そんな華やかな女子プロゴルフの世界でいろんな意味で痛い思いをしてしまったプロがいるのをご存知でしょうか今回は福島明子プロ日嘉真美子プロ古江彩香プロ青木セレナプロが体験した痛い事件そして最後に番外編として竜立子プロが起こしてしまったタオル事件について紹介していきます福島明子プロのケースまずは福島明子プロのケースを見てみましょうと言っても福島プロ本人が痛い思いをしたわけではありません 痛い思い思をしてししてまったたのののは福島プロのキャディの方でした事件が発生したのは2004年のマスターズゴルフクラブ会場でしたバンカーからのアプローチを練習していた当時10代の宮里藍プロのショットがハーフトップになり前にいた福島プロのキャディの側頭部を直撃してしまったのです福島プロの周辺によると当たった場所が頭で本人もちょっとフラフラするということだったので病院で診てもらったそうです 「おかげさまでこぶぐらいで大丈夫でした」と胸をなで下ろしたがこの事故での宮里プロの対応が選手の間で問題になってしまいます目撃者の話を総合すると周囲に音が聞こえたほどの勢いでボールが当たったが愛ちゃんはバンカーの中にいたままで被害者に駆け寄ることもなかったサングラスも取らずにバンカーから「大丈夫っすか?」と声をかけただけだというのです LPGA は両者の間で謝罪が成立していて 何の問題もないと当時は説明しましたが事故直後は別の場所で福島プロのもとに謝罪に訪れた宮里プロを「宮里プロの対応に腹を立てていた福島プロが完全に無視した」と言い険悪な雰囲気になってしまったようですさらにこの無視を受けて宮里プロが言った言葉で他の先輩選手たちの怒りにまで火をつけてしまいます「こんなことなら A さんにぶつければよかった私が3オーバーで回ればよかったんですかね」とロッカーで話していたそうです 宮里プロの名誉のために付け加えておきますが本当に言ったかどうかは定かではありませんそれでも多くの選手が宮里プロの「逆ギレ話」を耳にし当時はまだ10代なのに生意気勝ってるから天狗になっていると怒りをあらわにする選手までいたのは事実です国内プロスポーツでは初めて10代での1億円プレーヤーとなった女子ゴルフ界の宮里プロをめぐり他の選手から「傍若無人が目に余るとの反発が高まっていたそうで アイちゃんスマイルの明を快活なイメージからすれば意外ですよね何はともあれ福島プロのキャディの方に大きな怪我などがなくて本当に良かったですゴルフボールは小さいですが当たるととても痛いですし大きな怪我につながる可能性もありますからね比嘉マ美子プロのケース次は比嘉真美子プロのケースを見てみましょう比嘉プロのケースは放った打球が観客を直撃してしまったというもので比嘉プロ自身が直接怪我などをしたわけではありません しかし自分が打った打球が観客に当たってしまったことに日ガプロは大きく動揺してしまいます事件が起きたのは2017年の静岡川名ホテルゴルフクラブ富士コースで行われた富士山系レディスでした打球事故が起きたのは5番パー5のホール比嘉真美子プロの2打目が左に曲がって約200ヤード先の幹線ロープの外側にいた男性の頭部を直撃してしまったのです打った瞬間 ヒガマミコプロとキャディーさんはファーと大声で叫んでいるのですが被害者の男性は知人との会話に夢中になっておりボールに気がつかなかったようですちなみにこの件に関して比嘉プロに非は一切なく被害者の方には申し訳ありませんがご自身の不注意が事故の原因になります打球が当たったご本人も気づいているかと思いますが比嘉真美子プロの責任はないのですゴルフの試合では当然このような事故が発生することが想定されるので 感染者の方には常にボールから目を離さないよう注意喚起しているので感染ルールを守らなかった男性に非がありますこれはどんなスポーツにも言えることですが感染する際はこのような不測の事態に備えて注意する必要があるのですちなみに男性は救急車で静岡伊東市内の病院に搬送されて右前頭部を4針縫ったものの命に別状はなかったようですここでこの治療費がどうなるのか気になったので調べてみました結論から言うと 今回の治療費は富士山系レディスが負担すすることになったそうです富士山系レディスからすれば「打球を見ていなかった被害者の注意不足では?」と言いたくなると思うのですが負担してくれるなんて非常に誠実な印象が持てますね。ゴゴルルフフをすする人の多くはゴルフ保険に加入しています知らない人のために説明するとゴルフ保険とは自分自身のプレー中の怪我であったりクラブの破損とゴルフ中の事故を対象にした保険のことです。 私の調べた範囲ではコースにもよるとは思うのですが感染中の事故については保険対象外のようですこのことを考えても大会側の対応は素晴らしいものと言えますねこのラウンド後に打球を当ててしまった日嘉プロは木に当たってボールが跳ね返ったと思った近くに行ったら男性に当たったと知り動揺しました心配でしたけど競技委員さんに促されて続けましたボールを当てたのは初めてのことだったのでその後は何も考えられず ただプレーしているだけでしたと語り憔悴しきった様子だったそうですちなみに比嘉プロは試合途中にもかかわらず男性が救急車で運ばれる際に付き添おうとしたそうですからかなりの神対応ですよね近年は調子を落とし気味だった比嘉プロですが近年は2位に入る大会もあり復調してきているようです今後の比嘉プロの活躍に期待したいですね古江彩佳プロのケース続いては古江彩佳プロのケースです プロも体に何か怪我をしたというわけではありませんがなんとプロゴルファーにとっての商売道具であるクラブがカートとの接触により破損してしまったのです事件はエリエールゴルフクラブ松山で行われた日本女子アマチュアゴルフ選手権の最終日後半の10番パー4で起きました JGA の専務理事山中宏氏が運転するカートが最終組のカートを追い抜こうとした場面で接触があり カートに積んでいたフルエプロの3番ウッドが真っ二つに折れてしまったのですフルエプロはその後大体クラブでプレーを行いましたがトータル12アンダー単独5位で優勝を逃してしまいます大会後 JGA の公式サイトで発表された山中氏の謝罪文は次の通りで2019年度日本女子アマチュアゴルフ選手権最終ラウンドにおいて私の運転するカートが原因で古江彩香選手のクラブを破損させてしまったことは 100%私の不注意によるミスであり古江選手、そしてご家族の皆様出場選手の皆様大会関係者会場のエリエールゴルフクラブ松山ゴルフファンの方に多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。10番ホールのティーショットを見届けた後グリーンに向かう途中で古江選手のバックが乗ったカートを追い越した際に後方部分が接触し結果クラブを折ってしまいました。 その時点で気づきすぐに古江選手に謝罪すべきだったのですがそのことに気づいたのが私がグリーンに到着した後、と古江選手がレフェリーを呼んだ時であり結果古江選手への謝罪が遅れてしまったのも事実です優勝争いをされている古江選手を含む最終組の選手たちにも動揺を与えることになってしまい本当に申し訳なく思っております古江選手にとってはこの大会に優勝することを目標に頑張ってこられ しかも最終ラウンドのバックナインに入りいい順位につけていただけに古江選手の気持ちに大きな動揺を与えてしまったことを考えると大変なことをしてしまったという懺悔の気持ちでいっぱいです誤って解決する問題でないことは重々分かっておりますが今後きちんと今回のことを理事会等で報告し本件につき適切な対処をしてまいりますまずはこの場を借りて謝罪させていただきますこの度は誠に申し訳ありませんでしたとのことでした この事故についてルエプロはヘッドカバーが落ちたので見に行ったら折れていたシャフトの真ん中付近からヘッドカバーごとヘッドが落ちていてと試合後に状況を説明しました自身のクラブを破壊したカートはその事実に気づかずそのまま進行してしまったと言い追いかけましたけど手も震えていましたとルエプロはその時心境を語りました続く11番パー5のティーショット後にはたまたま持ち込んでいた別の3番ウッドを車に取りに行ってもらい バックに入れたそうです11番の2打目で使用した以降はたいクラブを握らなかったもののもう自分のプレーより悔しいやら悲しいやらで涙が出てきた歩いている時に振り返って悲しくなってしまった去年から使っていたので特に好きなクラブ自分でもこんなに悲しいものなのかと試合後に振り返りましたカートの運転は前述の通り同協会の山中氏がしており竹田会長も同乗していました 表彰式終了後山中氏は無理に追い越す必要に迫られた状況ではなかったと説明していたそうです事故が起きた当時はバックナインで4打差を追う状況だったので心理的な影響は計り知れませんでしたそれでも当該の10番ではバーディを奪取し後半は3バーディ1ボギーでこの日71と意地を見せトータル12アンダーで単独の5位に入りました前代未聞の事故で自分の愛気を失ってしまった古江プロ 当時のやりきれない気持ちを振り払い、活躍する彼女をこれからも応援したいですね。青木セレナプロのケース次は青木セレナプロのケースをご紹介しましょう。ここまでなんだかんだと選手本人が怪我をすることはありませんでしたが、青木プロのケースは違います。青木プロは2022年に行われた保険の窓口レディースの直前に左手親指に怪我をしてしまったのです。それは試合のある週の月曜日のことでした。 羽田空港から移動時、青木プロは荷物の積み下ろしの際に利き手の左親指を紙で切ってしまったのです。手を見ると爪の間から出血しており、血がダラダラ出たと応急処置を施すことになります。そのまま飛行機で移動し、火曜の練習でスイングすると痛みが走ったそうです。本人はこの時のことについて、売金が入ったのか、可能してしまいましたと語り、12日のプロアマ戦を棄権することになりました。 試合初日の当日今日も出られるのかと気にしながら朝起きたと語りこの日は可能止めを塗り絆創膏を貼って出場していましたそんな怪我の中青木プロは素晴らしいプレーを見せます初日を終え6バーディー1ボギーの67で回って5アンダーホールアウト時点で暫定首位と1打差の同3位と素晴らしい順位で初日を終えたのです前半で1つスコアを伸ばすと 後半も勢いは止ままらず4バーディをダッシュしました。試合後の青木プロは「先週土曜は雨ですごく苦しく悔しい思いをした。今日はやってみたかったことができたので良かったです。どうしても雨の日はボールが滑りやすい印象そこを自分の体で捕まえに行っていた」「上体が突っ込んで左に行ってしまう」「今日はあえてアッパーにして逆のことをやってみました」「それをテーマにしてやって良かったです」と語り前の週の国内メジャー ワールドレディスス、サロンパスハイで優勝を争い、最終的に2位に入った試合宇宙のプレーに関して反省を口にしたのです出場が危ぶまれるほどの怪我を指に負っていたにもかかわらずそのことに関しては一言も口にしませんでした最終的にトップ10入りは逃すものの11位と健闘し怪我にも負けず素晴らしいプレーを見せてくれましたこれからもガッツのある青木プロの活躍に期待したいですね番外編 リュリツコプロのタオル事件最後に番外編としてリュリツコプロのタオル事件についてご紹介します2019年マスターズゴルフクラブレディースに出場していたリュウプロがクラブハウス内の風呂場の脱衣場でストレッチを行うため通常は常備してあるバスタオルを使おうとしたがなかったため従業員に貸し出しを要求しました。しかしか同コースでは これまでツアー時にバスタオルの紛失が多発したため浴場からバスタオルを撤去していたのですここで事件が起きます副支配人が貸し出しの申し入れを拒否するとその方針を知らなかったとみられるリュウは激怒頭が固い死ねなどと暴言とも言える不適切発言を行ってしまったのですこの騒動当初はリュウプロの名前が伏せられており実名が明るみに出るとリュウプロを知る関係者は 意外だったたと口を揃えました現場での評判はとてもよく彼女を悪く言う人はいない誰の顔を見ても立ち止まってきちんと挨拶のできる選手で暖気とかマナーが悪いなんて評判は聞いたことがありません同じマネジメント会社に所属する古賀美穂プロからは同じ熊本県出身ということもあり妹のように可愛がられていましたとツアーの関係者も語っていたそうです事の重大さに後から気づいたリュープロは謝罪文を発表します しかし、不適切発言の代償は大きく、大会後に日本女子プロゴルフ協会から厳重注意と新人セミナー受講の処分を受け、竜は発言を謝罪してツアーへの出場自粛を発表しました。それから1年後、とあるインタビューで竜プロはこの事件について語りました。騒動の直後については、ゴルフをしている状況ではありませんでした。メディアや世間を騒がせてしまいましたから、どのように責任を取っていいのかわからなかったですし、 ゴルフはもうできないいと思っていましたですので小林博美会長やマネジメント事務所に「ゴルフをやめます」と伝えましたと語り辛い時期だったことを明かしています携帯電話も見られない状態だったそうで精神的に追い詰められ親しい友人に連絡を取ったり会うこともありませんでしたそんな中で事件から約1ヶ月後の2019年12月ずっと応援してくれているファンに直接謝罪したいという気持ちもあり 初めてファンとの集いを開催しましまた。みんなの前で開口一番「すみませんでした」と謝ると「もう過ぎたことだし気にしないで」と背中を押されたのですこの時についてリュープロは「みんなの気持ちが本当に温かかった」と振り返ります辛い時期を乗り越えたリュープロは「自分がやったことは一生背負っていかなきゃいけない」その上で「自分がやることにベストを尽くしながら生きていきたいです」と今後について語りました リュープロのしてしまったことは簡単に許されるものではありませんそれでも自らの過ちを認め新しいスタートを切り支えてくれた周りの人やファンにプレーで恩返しができるように必死に努力しているようですこれからのリュープロの活躍に期待したいですねいかがでしたでしょうか今回は女子プロゴルファーがしてしまった痛い経験をご紹介しましたゴルフはスポーツの中では怪我などのアクシデントが少ないスポーツですそれでも このような事件が起こってしまうのですね。特に感染中の打球事故は時に大けがや命に関わることもあるので感染時は打球の行方にしっかりと注意し感染しなくてはいけません。紹介した中には少し残念な事件もありましたが人間ですから誰にでも間違いはあります。これからも彼女たち女子プロゴルファーの活躍に期待しましょう。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。この動画がお役に立ったり楽しんでいただけたら ぜひチャンネル登録をお願いします。